こんにちは、秋葉仁です。今ですね、羽田空港の近く、城南島海浜公園というところに来てるんですけども、ここはですね、もう空港がすぐそばにあるので、飛行機がですね、飛んでくるのが見えるんですね。今ちょうど、どの辺だろう、この辺かな、もうそろそろ、飛行機が、あ、来た、こういうふうにですね、間近でこの飛んでくる感じが見えるような場所となっております。で今日ですね、ここにですね、キャスの皆様と一緒にですね、秋葉原からやってきたんですが、ここまで来る間にですね、なんと僕、今回、SIM をですね、プララ SIM というのを、入手したというか、申し込んできたんですね。NTT 回線を利用した格安 SIM なのですが、今回登場したプララモバイル LTE の料金プランがとにかく魅力的。注目していただきたいのが定額無制限プラン。通信速度は上り下りともに 3Mbps。 そして最大の魅力は月間の通信量が無制限ということです。今までのように 7GB を気にすることなく使用することが可能となりました。月間に 20GB 使おうが30ギガ使おうが通信制限を受けたり料金が上がってしまったりという心配がないのです。また最低利用期間の縛りもなく解約違約金が発生しないことも魅力的ですよね。これで気兼ねすることなく外出先で YouTube やツイキャスなどを見ることも配信することもできてしまいます。ところできちんと配信できているのかな。無制限なんですよ。ただ配信ができなければ意味がないので、それをですねこのように、今こっち側がナビなんですね。でこれが今キャスをやってる画面なんですけども、ずっとですね114分今現在、そしてずっと、10フレーム標準の HQ っていうちょっと高画質タイプのもので、来たんですけども、全然問題なく配信はできました。で、僕が使ってるのはですね SIM だけを結局取り寄せてこのような、ドコモのルーターに入れております。現在使ったのはですね、まあ、約2時間近く、放送して、670MB を使ってるんですけども、ちゃんと LT バッツリと入ってる感じで、これ無制限ということで、すごく使い勝手はいいんじゃないかな。心配事が少ないですもんね。ということで、このプララ SIM を使いながら、ここまでやってきましたが、この海岸ね、飛行場がねすぐそこに見えるしいいんですけど、ここねスレスレまで来るとねたまに波でねバチャンと、で僕ちょっと革靴がびちょびちょになってしまったというような感じはあるんですけれども、はい、夕暮れ時をですねキャスの皆様とこれから、見ながら、飛行機の飛んでくるのをですね、じーっと見ていたいと思います。はい、ということで、今このね海浜島で飛行機と夕暮れと秋葉人とみんなでキャストをしながら、見てますが、プララめちゃめちゃ使えますので、ぜひ検討してみてください。ほらもう羽田空港頻繁に飛行機飛んでくるからブン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 来ますんでね、ぜひこちらの方にも、来てみてください。間近で見れまーす。ではまた。チャンネル登録は下の登録ボタンから簡単に行います。ぜひ登録お願いします。うー